クオン・ブーは、ベトナム共和国出身のジャズトランペッターで、パッド・メセニーグループのメンバーであった。1969年9月19日に、サイゴンで生まれたブーは、6歳の時に家族と共にシアトルに移住。11歳でトランペットを演奏し始めた。その後、ニューイングランド音楽院から奨学金を受けて学んだ。ブーは卒業後、1994年に、 ニューヨークに移り、ジェイミー・サフト、アンドリュー・ダンジェロ、ジム・ブラックと、ラグド・ジャックというグループを結成した。また、ブーは、ローリー・アンダーソン、デビット・ボーイ、デイブ・ダグラス、マイラ・メルフォード、ジェリー・ヘミングウェイ、ミッチェル・フルームと協力してきた。パッド・メセニーグループの一員である間に、アルバム、スピーキング・オブ・ナウト、ザ・ウェイ・アップにて、彼は2つのグラミー賞。 ベストコンテンポラリージャズアルバムを受賞した。彼はトランペット奏者とボーカリストの両方としてメッセニーと演奏した。ブーのトリオはベーシストの竹石努とドラマーのテッドプアートで構成されている。ありがとうございます。